んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは偽物の感謝をやめるです。これは体が弱い家族がいて働けないのを養って困っているという人やその予備軍のためのものです。常に感謝を口にしている人は意外にもこのような働けない家族に困ることになるからです。例えば子供がとてもひどいアトピーで働けないとか、大腸の難病で働けないとか、発達障害で働けないというようなことが起きる可能性があります。逆にそもそもこういう問題が先にあって、それから心を入れ替えたように感謝感謝というようになったという人もいます。この2つは順番が逆であろうと心理は同じです。この人たちは実は大変依存的で人を当てにしています。ですからこういう偽物の感謝が癖になってしまったんです。本人は全くそれに気がつかないのでとてもびっくりし、そんなことないと思うかもしれませんが、実はそうなんです。分かりやすいように例えで説明してみましょう。あなたが大家さんだと思ってください。借家人が家賃を払わないけどこんな風にあなたに言うんです。いつも親切にしてくれてありがとうございます。あなたのために神に祈っていますというふうに丁寧に感謝されたら、あなたは追い出せなくなりますよね。でもそのうちに騙されていることに気がついて出て行ってくれって言うかもしれません。そうすると借家人は、自分は障害のある人や体の弱い人たちを世話しているからここを追い出されては困るんだと言うかもしれません。そうするとあなたはなおさら追い出せなくなりますね。つまりこの借家人は自分が大家に依存するために自分に依存する弱い人が必要になったんです。こうして弱い人を世話することになります。これを実際にやっていると家族に問題が出て働けない家族を世話することになります。この借家人が大家を確保している間はそんなに問題だと感じていないんですが、大家がいなくなると自分一人で弱い人を世話することになりますから大変な状態になります。その時やっと何かが間違っていたと感じるわけです。そこまでひどい状態になる前にもこの人たちはまず友人に裏切られたりして痛い思いをすることになります。それは友人たちはこの借家人のような思考を持っていないので、この人たちは自分は心が美しいから人助けをしているという優越感を持っていることに気がつくからです。この人たちは大変依存的なくせに世の中のことを悪く思っていて、自分は心がきれいだが世の中の人たちは悪い人たちと思っているので、友人たちはバカバカしくなって去るわけです。でもこの借家人タイプの人たちは似たような人たちと付き合うので、結局自分の何が間違っているかがわからないんですね。もしあなたが感謝感謝と言っている割には自分の親には大して感謝していないとしたら、あなたはこのタイプかもしれませんよ。現実の世界ではこの大家とはあなたの夫か行政でしょう。あなたが本当に感謝すべきは親なのですが、親には本当の感謝はしていません。というのはとても依存的なので、親がしてくれたことはどれもこれもとても当たり前なことで、そんなことは感謝に値しないと思っているんです。ですからちょっとした嫌な言葉、自分が聞きたくないこと、そういうものを批判して親には無償の愛がなかったなどと思っています。ですからもしこの人たちがそれを改めて親に心の底から感謝することができるようになったら、この人たちは
この状態から抜け出すことができます。ではいつものように自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。できれば3歳の自分がイメージできるとさらにいいですよ。では目を閉じましょう。あなたはいつも感謝を忘れないよね。そして実際にありがとうございますと口に出しているよね。そして人に親切にしたり奉仕するのが大好きだよね。人があなたに感謝すると、いえいえ大したことはしていませんと謙遜する。自分は周りの多くの人よりも心がきれいで人に感謝することを知っている心正しい人間と自負しているよね。でもね、大人の自分はあなたの本心がわかっているよ。本当は感謝することによってもっともっと相手から何かをしてもらいたいんだよね。そしてあなたが感謝された時に謙遜するのは相手もそうしてほしいからだよね。相手も当然のように見返りを求めず人に親切にするべきだと思っているんだよね。それはあなた自身が人に当然のように親切を求めたからなんだよ。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。自分の周りにはいつの間にかちゃんと生きられない弱い人間ばかりで、自分がその世話を続けなくてはいけなくなって、自分の人生を生きられなくなってしまった。自由がなくなってしまったんだよ。友達によくしても裏切られるし、一生懸命やってもまだまだ足りないと言われる。そしてその理由を世の中が良くないからだと思い込んでしまう。これじゃ幸せになれないよね。これから言うことをよく聞きなさい。あなたはすっかり忘れてしまったけど、本当はあなたはとても依存的で、親に完璧な世話を求めたんだよ。今あなたが人に奉仕するのは当然と思っているのは、そもそもあなたが親にそれを求めたんだよ。隅から隅まで見返りを期待せず、無償の愛で世話をしろって親に求めたんだよ。でもそれは得られなかった。だから今あなたが見本を見せるように人に無償の愛で奉仕しているんだよ。でもそれは全然無償の愛なんかじゃない。ただのごまかしだよ。だからあなたは人に裏切られるんだよ。人の世話をするのは自分の依存心の裏返しだと気づきなさい。あなたがそうやって自分をごまかしているから、大人の自分はとても苦しいんだよ。だから親がしてくれたことに感謝しなさい。形ばかりの偽物の感謝じゃなくて、本当の感謝をしなさい。あなたを産み育ててくれたことに心の底から感謝しなさい。あなたはもう分かっているよね。人を世話してもその人たちは自立しないし、本当の感謝もないし、最後にはあなたを裏切るってことをね。それは人を世話をすることが愛と思ってるのが間違いだからなんだよ。本当の愛は人を突き放してでも成長させること、一人でも生きられるように自立させることが愛なんだよ。本当はあなたは人の世話をしなくてよくなったらどう生きていいかわからないんだよね。それで手放せないんだよね。大丈夫。あなたがちゃんと正しく生きられるように未来の自分が導くよ。あなたにはもっと大切な人生の目的があるんだよ。だから弱い人を捕まえているその手を離して、未来の自分の手をつかみなさい。そして未来に進みなさい。成長し続けなさい。一人で生きられるようにしなさい。できるよ。
あなたはもうできる。その時が来たよ。未来の自分はあなたを幸せにしたいんだよ。あなたをとても大切に思っているよ。